皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしんです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回英語基礎練習の、4回目、括弧の中の正しいものを選びましょう。こういう問題です。括弧1はまず最初に括弧があって Are、Am、Is、 be 動詞が3つ入っています。そして後ろに You are such a fan、ね、こうつながっていますよね。で、be 動詞って主語によってどれを使うか決まっていました。主語は You なので You で使う be 動詞は Are でしたから Are を選んで Are you a soccer fan? Are you a soccer fan? あなたはサッカーのファンですか、とこういう疑問文が出来上がります。括弧2番、 This is Ms. Tanaka。 This is Ms. Tanaka、 こちらは田中先生です。で、次に括弧があって This と He と She があって Is a math teacher、 Is a math teacher、 数学の先生です、ってこうなっていますよね。ここで This is Ms. Tanaka の田中さんの前についているこの Ms. の部分、これ女性を表すさんという意味の、単語でしたね。ですからこの中で女性を表しているのは She、 彼女ということになるので C を選んで She is a math teacher、 彼女は数学の先生です、とこういう意味の文章は、完成するわけです。括弧3、 Does Ken play basketball? Does Ken play basketball? Ken はバスケットボールをしますか、という質問に対して答えの部分 No, he で括弧があって Isn't と Doesn't が入っていますよね。だからどちらを選ぶかというのは元の質問の文章を見てください。質問が Does Ken と Does を使って質問しているので答えも Does を使った方を選びます。ですから No, he doesn't、 こうなりますよね。 Does Ken play basketball? Ken はバスケットボールをしますか。 No, he doesn't、 いいえ、しません、とこうなるわけです。括弧4番、 Is that a restaurant?Is that a restaurant? 遠くのものを指してあれはレストランですか、と質問しています。答えで Yes で括弧があって He と It と That と入っていて Is となっています。これレストランって人間じゃないのでまず He を選ぶことはありませんよね。そうすると It と That が残っていますけれど Is That と That を使って聞かれても答えでは It を使うというルールでしたからIt を選んで Yes, it is、 こうなります。 Is that a restaurant? あれはレストランですか。 Yes, it is、 はい、そうです、こういう組み合わせですね。マイクとカオルの会話文を読んで質問に答えましょう。ではまず英文を読んで意味を確認していきます。マイクが Do you go to the library? Do you go to the library?あなたは図書館に行きますか、とカオルに質問する。そうするとカオルは Yes, I do、 はい、行きます。そして I study in the library on Sunday、 私は日曜日に図書館で勉強します、こう言ってますね。そしてさらに Do you like books?、ね、Do you like books? あなたは本が好きですか、と、マイクに聞いています。マイクは Yes, I do、 はい、好きです。I like comic books. 私は漫画が好きです、こう答えています。では意味が分かったところで英文の部分だけを読んでいきますね。マイクが Do you go to the library? カオルが Yes, I do. I study in the library on Sunday. Do you like books? マイクが Yes, I do. I like comic books.こうなっています。では問題の方、5番の方ですね。 What does Kaoru do in the library? What does Kaoru do in the library? Kaoru、ね、は図書館で何をしますか、こういう質問ですね。で、Kaoru は I study in the library on Sunday と言っているので勉強するんですよね。ですからここは勉強します、答えるんですけれど、答える部分ね、 I で
書く人いるんですけど、これダメですよね。カオルですから C に変えて C下Studies と3単元の S の形にしますね。 Study の C Studies こうなります。で気をつけるのは主語を C に変えるというとことと C に変えたので動詞は3単元の S がついた形 Studies になる、ここがポイントですね。6番は Does Mike like books? Does Mike like books? マイクは本が好きですか？本が好きって聞かれて Yes I do で答えているのでここも Yes で答えますよね。 Yes。 そしてマイクは男の子なので He にして Yes He does Yes He does を答えるわけです。ここの部分も Yes の後ろこれ I にしないとかですよね。 I に、彼にして He ですから Yes He does こう答えてください。今回は基礎の練習問題4回目をやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。